意味がわかると怖い話、狂気です。それではどうぞ。近頃の警察は何やってるんだろうね。血税で食わせてもらってるくせに、ろくな働きしねえんだから、とんだ獄潰しだ。先週、職場の近くで殺人事件があったんだよ。若い女をアイスピックでめった刺し、しかも普通のアイスピックじゃない。業務用の三本化のやつでだぜ。怖いだろ。小さな町だから、どこ行ってもその話で持ちきりだよ。マスコミもかなり大きく取り上げてる。めったにない大ニュースだから無理もないけど、恐怖を煽るだけ煽って無責任なもんだ。うちのばあちゃんなんかかわいそうなくらい怯えちゃって、毎日何時間も仏壇の前で手を合わせてる。なのに警察と来たらまだ狂気すら判明できないだとよ。まったくバカにしてるとしか思えないね。それでは解説です。この男が犯人なのか、もしくは共犯者のように極めて犯人に近い存在と言えると思います。理由は警察から発表されていない凶器のアイスピック、しかも業務用の三本刃ということまで知っているため間違いないでしょう。それではまた。